が終わりましたよね、ちょうど。そう、終わって配信つけました。こんばんは。私は今日はさ、昨日もでしたけど、今日も逆上がり公演の練習してましたけど、疲れちゃいました疲れちゃいましたよ。こんばんは。あ、そう、聞かないと楽しみです。ありがとう。ぜひ聞いてください。髪かわいい、伸びました。うん、こんばんは。あ、明日映画イベントよろしくお願いします。そう、明日なんだよね。そして逆上がり公演の、まあ、ステージでやるリハとかも16日もやって、17日本番なので、そう、髪伸びてます。こんばんは。聞かないとよろしくね、皆さん。今夜ぜひ聞いてください。まあ、最近ね、その隠れリスナーの方々からね、ちょく始めて送りましたっていう方が増えてて、みんなね、ちょっと送ってみよう、なんか不送送ってる人が増えてるから、ちょっと私も僕も送ってみようみたいな方がね、徐々に増えてて、そう、あ、こんな方い聞いてくれてたのみたいなラジオネームが聞いたことない名前が多くて嬉しいですね。そうそう、パジャドラも楽しかったです。楽しくて、もうでも次はもう逆上がりだから忙しい忙しい、バタバタと。こんばんは。そう、グッズの、愛知グッズの制作もちょっと昨日 夜中までデザインやってましたね。はい、海の中こんばんは。やることがいろいろ多いですけれども、7月はもうなんだかんだもうバタバタ終わっちゃいそうですまだあるんだけどね、全然まだあるんですけど、もうなんか気なんて言うんだろう、本当にすぐ終わっちゃいそうな気がします。めっちゃあれだった。いいね。あ、でも今日ご飯、お昼ご飯食べながら一緒に見てた。買った誕生会グッズも多分もうそろそろかな、届くかな。スカーが一緒に終われたら少し柔らかいが、どうなんだろう。結構ね、夏フェスが今年もやってきますから、サマステだったり、そしてあの秋のコンサートのリハもすぐ始まっちゃうわけよ、割とすぐ。そうだから、なんか逆上がり初日迎えたとしても結構危ないバタ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 やることをね、出てきますね、次々と。まあね、夏は7、8と、7
月8月なんか6月から暑いは暑いんだけど、夏といえば7月8月って感じだね。夏休みはね、なすかないかもしれないかもしれないうん、ないかもしれないかもしれない。ちょっとどうなんだろう。全員優しい。あ、そうなのね。そうなんだよ。ちょっとご褒美をね作りながら行きたいと思います。こんばんは。あ、なんかプレゼント届いてた。あ、ありがとうございます。こんばんは。そう、コンサートがねすぐあるから。そうなのよ。そうなのよ。キングダムよかったって。いや、昨日見に行ったけど本当にもう大号泣一人で見に行って一人で大号泣。そう、本当にね、本当に本当に。あ、すごい占い引いてる。地層民家来年会議すぐ来年早いな早いな。でももうお正月が好きなのよ私一番。あの毎年言ってるけど、クリスマスからのお正月モードに切り替わってっていう、その年末年始が大大大大好き。そう、アマゾンプライムで見つけてみようか。見て見て見て、小倉駅前。あ、そうなの、いいですね。そう、駅伝とかもあるけど、年末年始のあのなんか感じが、雰囲気がすごい好きだし、なんかあの週がね、1週間が自分にとって1年の元気を蓄える一週間というか。そう、まあ毎年お休みできる日数違うんですけど、そう、まあ3日間は確実に休めると思うから、いつもあの休みがもう1日の中で、あ、1日の1年の中でかなり好きですね。クリスマスのイルミネーションね、いや去年見てないかも、そこまで。え、なんか見た記憶ないね。あ、クリスマスじゃなくてカウントダウンの時にハウステンボスでイルミネーションを見たけど、なんかクリスマスマーケットも行ってないんだよね。そう、行ってないんだけど、記憶にないな。なんとか行こうかなってちょっと思いはしたんですけどね、やめちゃいましたね。クリスマスが年始にかけて一番忙しいです同じくですね。私たちもまあ年末はかなりみんなもう忙しいですね、世の中。そう、ちょっと夏の朝、現実逃避寒い時の記憶を思い出して涼しむ。こんばんは。今日は、あ、日曜日か。今日日曜日だ。夜ご飯は何食べるんでしょうか皆さん。今日のご飯、愛理が食べたご飯教えるね。愛理が食べたのはお昼に春雨スープ
食べて、でなんかちょっとお腹空いたなと思ったのでおやつに干し芋食べました。以上。夜ご飯はまだちょっと決めてないんだよね。ね、夜ご飯なんかでも今日外に出てないんだよね。そうだからあんまりお腹空いてなくて、あと家にあるものがそれしかなかった大雨降ってたじゃん、結構雨降っちゃってて福岡、あのなんか高いに行こうかなって思ったんですね、コンビニとかスーパーとか買いに行こうかなって思ったんだけど雨がひどすぎてちょっと出れなくて、家にあるのが春雨スープとあの干し芋しかなくて、それだけ、家にそれしかない。あ美味しそう、茄子と豚肉、あ美味しそう、美味しそうです。夜ご飯は食べますよ。何食べようかな。食べよっかな。何味が好き？何味だろう。アイリのおすすめのやつが、ファミリーマートに売ってる春雨？あ、コンビニに売ってるんだと思うんですけど。なんか、なんだっけ、ありがとういっぱい。新しいお金、あこれですね、なんてか、あエースコックのこれなんて読むんだろう、これなんて読むんだろうか、これですね、このシリーズ今日これ食べました。ふくふくさ、サイナ、なんだろうこれ、名前が分かんない。これ海鮮春雨ってやつを今日食べて、これめっちゃ美味しいの、これも美味しいの、麻婆春雨、これこの字を覚えておいて、これ見つけたらなんかサイサイ、ふくふくサイサイ、あ書いてあった下に振ってありました、ふくふくサイサイだって。これも家に、あるんですけどまだ食べてないですけど、このシリーズが3つ私は知ってるんですけど、このシリーズが美味しいですね。これはあのファミマで買いましたけど、私はコンビニかスーパーとか売ってんのかな、見つけたらちょっと食べてみてほしい。あのね、麻婆のやつはあのマジで一番最初に食べてほしい気がします、超うまいです。そう、
お湯入れるだけ。中国なんかな、わかんない。すごい美味しいですよ。あ、ゴンチャも美味しかった。うん、セブンのゴンチャも美味しかったけど飲みきれなかった。ちょっと甘いかも。え、そう、美味しいよ。ファミマとかでか売ってるけど、ちょっと見つけたら買ってみてほしいです。こんばんは。お昼マクドナルド、美味しそう美味しそう。それバイちゃん、辛い方が好きなの？そうなんですよね。あの激辛とかは無理。あのけどピリ辛系が好き。あの中辛まではまだいけると思う。ピリ辛中辛ぐらいが好きで、あのうまいより辛いが勝っちゃうと嫌なんですね。ギリうまいが勝ってればいいぐらいなあの私のなんて言うんだろう、人によるけどね、その感覚は。私の中でのうまいが勝ってて欲しいという、そう、程よい辛さが好きです。でも辛いのは好きなんですよ。そうそう、あの苦手じゃないけど、あの激辛系はちょっと無理して食べる系の辛さは苦手ですね。そう、だから蒙古タンメンとかはなんかアレンジしたいかな。生卵とか納豆とかなんか入れた方がマイルドになるから、それの方があの食べれるかもしれない。あの食べやすい、食べやすい。そう、でも本店というか店舗で食べたことなくて、蒙古タンメンをセブンイレブンのやつでしか食べたことないんですけど、もうここ2年以上は多分買って食べてないから、ちょっと味忘れかけてます。そうそう、ピリッとくるぐらいが、そうなのよ。無理して食べるのは嫌だ。ここが熱くなって、胃が熱くなっちゃうじゃん。胃が痛くなっちゃう、胃が痛いし、もうなんかお腹も痛くなってくるから、あの本当に辛すぎるのは苦手というか得意じゃないけど、そう、ちょうどいい辛さが好き。なめろう、あ、いいですね。月沢うどんが関東に出店するみたい。え、限定ですよね。期間限定で出店するんだよね。なんか見ましたよ、 SNS で。もう4時間待ちとかなんないかな、大丈夫かな。ちょっとアウトな感じだよね、だよね。3日間だけ？食べれませんよ。そんな絶対人気ですよ。唇が腫れる。あの本当にめっちゃ腫れるんですよね、辛いものって。あの女の子が使うメイク道具の中でカプサイシン入りのディップグロスっていうのが今もう定番メイクグッズなんですよ。定番、もう定番商品というか、もうどこにでも売ってるんですけど、そのカプサイシンが入ってると唇がなんかちょっと腫れるのね腫れて血色が良くなって、もうぷっくり見えるんですよね。だから今人気で、そう、私も持ってるんですけど痛いのよ、めっちゃ痛いの。けど血色が良くなって、ちょっと赤くなって、なんかプクッとなるんですね。それがそう結構流行りじゃないけど、結構前からね流行りで、なんかもっとそのカプサイシンはやっぱ腫れさす能力があるんですよね。そう、痛いんですけど女の子はみんな結構買ってますね。今っていうのはポップアップ、そこで正式出店が発表されたってことは店舗ができるってことですか？関東に限定、期間限定じゃなくもう店舗オープンするってことなんですかね。
でもスケサウンドはこっちではさ、そんな回転率とか良かったりしてなんか並ばないかもしれないけど、関東の方はさ、みんな食べたいから行きそうじゃん。新店舗オープンよ、だって。あ、そうなんだ、それが発表されたんだ。え、すごいじゃないですか。ちょっとお母さんに言っとこう。多分お母さんまだ食べたことないかも、スケサウンド。あのお父さんと弟が甲が来た時に一緒に食べたんだけど、もう「うおいしい!」って言ってた。弟もお父さんもなんか「めっちゃおいしい!」って。そう、感動してたよ。こんなにおいしいんだって感動してた。教えてあげたいと思います。すごいね。ちょっとめっちゃ並びそうですけど、一個だけだと。長時間ならないと食べるものなのかまあ、あの本当に私も初めて食べた時もう大感動したわけです。なんか私なんていうんだろう、そんなにそこまで美味しいうどんを食べたことがなかったのかもしれないんですけど、なんか自分の好みに合ってた、あのコシのある麺となんか出汁もなんかちょうどよくて、すごい。だから初めて食べたことない方は一度は食べてほしいですね。そう、でもあれ巻きのうどんがまだ食べたことないんですよ。そう、6年、福岡6年目ですが一度も食べたことない。さすがに行かなきゃなって思ってるんだけど、天神にないですよね。博多バスターミナルだよね。あのあれ博多駅あんま行かないんだよね。どちらかというとやっぱ天神で買い物とかしちゃうんで、そうなかなか行く機会ないんですけど、行かなきゃなとは思って。ちょ、全部がもうそう、マッチしてます。全部ポタモチもね、美味しいもんね。カツ丼しかない。特殊だな。カレー食べたことないかも。食べたい。やっぱスケよマジで減らない。やっぱそうなんだね。面白いな。何うどん？私は肉うどんですかね。肉ごぼ天うどんみたいなやつ、あの贅沢にお肉とごぼ天入ってるやつが好きですね。でもそう、美味しいよね。めっちゃ美味しいですよ。巻きのうどんのお出汁、そうなんだ。一回ちょっと食べ比べしてみようと思います。一度その上で私の中ではどっちが好きかっていうのをちょっと決めたいと思います。幸せセットって名前がいいよね。ソースカツ丼？ああ、カツ丼人気なんだ。博多の屋台は行ったことないですね。だし薄、いや、なんかなんて言うんだろう、あの味、安心する味してますすけさん、甘め、なんかしょっぱさはないかも。あのそのしょっぱいというか私じゃない、なんだろう、甘さあるよね。九州ならではの甘さある。ウエストはあるね。あるあるあるんだけど、ウエストよりスキサウンドの方が麺が太いから、私はスキサウンドの方が好きだったかな。でもウエストはあの
なんか軽い気持ちで食べれる感じですなんて言うんだろうな、食べ応えがさ、スキザなどの方があるんですよね、かなり。なんでみんなウエスト2軒目で行くみたいな方もいたりするけど、その気持ちわかります。2軒目でスケさんはいけないなってちょっと思っちゃうかな、女性からすると。でもウエストならツルツルいけるなって思う感じでございます。そう、あ、ボタン持ちも食べたことあるよ。いや、なんかスケさんうどんは結構ボリューミーだと感じるんですが、私男性からしたらね余裕かもだけど、女性からすると満足感すごい、食べた後のスケさんはかなりなんか食べ応えがしっかり、太めですからね そうなんだ、時間やってるもんね、すごい。ウエストもね、店舗もいろいろありますしね。二郎系、家系ラーメン、やはりね、家系ラーメン大好きで、本当に大好きなんですけど、二郎系が食べたことないんです。セブンイレブンの二郎系しか食べたことないんで、あの本物のというか店舗でのやつが食べたことなくて、一回行きたいなとは思ってます。あ、金虎美味しいよね、一度食べたことある。牧野うどんはね、そうボリュームがあるんだもんね、なんかシェアしたらちょうどいいかな。おでん食べたことないか、二郎系食べてみたいですね。どこがおすすめなんですか、二郎系。天神とかであります、おすすめ。並びすぎて諦めちゃう、並びたくないね本当に。夏とかは外やだね、パルコは中だけど。二郎系どこがおすすめなんだろう、なんか結構あるとは思うんだけど、どこ行ったらいいのか分かんないんだよね。関東だしこい、あー、まあ確かに。どこがメンドロイドみたいなの聞いたことあるね、確かに。そこ行ってみようかな。EK 大好き、 EK 大好き麺系の、麺の気分なのかな私、どうだろう。なんかうどん食べたくなる、全然食べてなくて最近うどんを。なんでかっていうと、そばが私の中でちょっと好きになっちゃってるとこあって、なんかなんて言うんだろう、あのうどんより食べやすい感じ、サラサラサラっとスルスルスルって食べれて、しかもさっぱりしてる感じ、なんかね本当にピースやな。だってピースどこにあるんだろう。家系ラーメンいいじゃん、香りがね濃いけど。なんかね、そばがちょっと好きになっちゃいましたよ、大人になって好きになっちゃいましたね。そう、なんかそう、ちょっと本当にお高い蕎麦屋さんとかも行ってみたいな。夢の一歩、豚ギャング、うー、なんか聞いたことあるか。そう、なんかさ本当になんか20歳成り立ての時とか、そこら辺の時期、私なんかもう油なんて言うんだろう、濃い、味が濃いものとかなんか結構好きだったんですけど、なんかもう本当に最近全然、なんて言うんだろうな、
ジャンキーなものをなんかそんな干さなくなったんですね。でもあのたまに食べるけど、その昔ほど、まあ、学生の頃とか、学生の頃とか20歳になりたてとかそれぐらいの時に比べたら、なんかもうなんていうの、さっぱりこう食べるのが好きになってる部分もあるですよ。なんか甘いものとかも、例えばなんかロールケーキとか、なんかシュークリームとかいっぱいなんかいつも食べてたんですけど、全然なんか買わなくなったし、アイスは買うけどね。でもなんかアイスもなんかちょっとさっぱりした系のやつが好きになったりとか、なんかなんだろうね、年齢とともにいろいろ変わるのかな。でもうありもう、あ、ブッドギャングもいいです。あ、そうなんだ、詳しい。メモっとくね。なんだっけ、食べ放題がもういけなくなっちゃった。あ、そう、パピコの話、そうです、よく知ってますね。食べ放題もいけない、もう怖いよ食べ放題が。食べ放題ってなるともうなんかよし食べるぞーってなっちゃうじゃん。で、めっちゃ食べて、その後なんか具合が悪くなるね。なんかそのちょうどいいで止めれないんだよね、食べ放題って多分。だしそんなに昔ほどいっぱい食べれなくなっちゃって、元が取れないというか、食べ放題に行く意味がなくなっちゃったという感じです。なんか食べ放題よりはちょっとなんていうの、単品でなんか頼んで、あー美味しい、幸せで終わるぐらいがいいっていうことに気づいてるんですね。もうでもやっぱちょっとね、2、3年前とかまでは食べ放題行ってたりしたんですけど、なんか食べ放題行くんだったらちょっといいものを少し食べた方がなんか満足度が高いのかなって思いますね。でもなんかそういうのをやっぱ3年前とかの自分が気づ、なんていうんだ、食べ放題ワクワクするじゃん。食べ放題っていうワードがワクワクするから、行きたいみたいななっちゃうんだけど、今全然ワクワクしない、食べ放題という言葉に。3年前の自分はもうすごいワクワクしてた、イエーイ行こうみたいになってたんですけど、そう、学生の頃とかはすっごい行きたいってなってたんだけど、もう今もうその言葉聞いてもなんかあんま響かんくなったね。そう、でもスイプラ一度行ってみたい。スイパラはね、まあ一度行ってみてもいいと思う。いや美味しいよ、美味しいです。でも量は食べれない、そんなに量食べれない。あ、カニ食べ放題、何食べ放題ならワクワクするかな。あれカニ食べ放題結構いいかも。あれカニ好きなの。そう、カニ好きなんだよね。しかもなんか海鮮食べ放題とかならいいかな。お肉食べ放題はいらん、なんかちょっともう本当にもたれるんで、海鮮の方がもたれないから、油っぽくないものだったら食べ放題いいかも。フルーツ食べ放題とか、そうそうそう、あれ貝類大好きで、魚介大好きで、ウニもちょっとでいいな。貝類食べ放題いいね、わかる。カニはね、もうほんとひたすらいけちゃうか。今は少しお高いお寿司屋さん、わかる、いいですよね。なんかたまにちょっとなんか貝、なんていうんだろう、
皿300、400円とかのやつでもね、美味しいもんね。桃いいね。カニ道楽行ったことないです。エビフライ、え、もたれそう。回らないお寿司屋さんとかあれあんま行ったことないかも。そんなに、なんかひょうたん寿司好きなんですけど、ひょうたん寿司回ってるよね一応ね、かき小屋だって遠いんだもん。ちょ、糸島じゃなかったっけ。あ、でもなんか博多ベイサイド、なん博多ベイサイドなんちゃらにあるか。冬はえのき食べ放題はちょっとなんか嫌いになりそうだ。そう、なん、食べ、まるまる食べ放題の中で何がいいかというと、海鮮食べ放題とかならいいかも。でも食べ過ぎたらなんか体になんか影響出そうなので怖いですね。本店回ってない。あ、そうなんだ。あ、ソラリアしか行ったことないわ。一番ちょうどいい感じ。うん、そうそうなの。ちょっと回ってるけど、銚子丸とかより好きだったんですけど、関東でね。こっちにないのかな。銚子丸好きでしたね。あのお寿司のコスパすごい。え、行ったことない。行ってみたい。あ、なんかインスタとかで見たことあるわ。そうそう、なんかそのちょっとスシローとかとはまたちょっと、また一つ上のランクの男がね、そう、なんかそういうとこに行くのもたまにはね、いいんではないかと。福岡タワー、あ、そうなんだ。うん、いいですね。お寿司はもう、お寿司そば、お寿司そば、マーラータンが好きですね。お寿司そば、マーラータンで、たまに焼肉ごくたまに焼肉。もう焼肉はもう本当に赤身系がいいです。なるべくなんか油系は1、2枚で OK。 タンとかは好き。そばの口のお寿司になって、ラーメン行ったり、そば行ったり、うどん行ったり。お腹空いたよ、お腹空いたよね、お腹空いたよね。ちょっと私も夜ご飯何食べるか考えようと思いますが、うん、何食べようかな。夜ご飯何にする問題がちょっとまだ、どうしようかな。でもさ、本当にちょっと雨降ってたりするから外に出たくない。ね、いいですね。ありがとうございました皆さん。夜ご飯、でも家にあるのはもう春雨か干し芋しかないので、やばいですね。うん、ちょっと考えよう。そう、もうなんか練習してたから、もうなんか作る気力も湧きませんね。
でも雨だから外出たくないんだよね。ちょっとね、雨だから。ではランキング読みます。13位ヤクさん、12位 MJ さん、11位シバさん、10位ヤスさん、9位おかゆさん、8位タータンさん、7位アオイちゃん、6位ゾウキンさん、5位コウエイさん、4位ドマさん、3位クロちゃん、2位ホクピグさん、1位ダイちゃんです。ありがとうコウエイさん、初めまして、初めて読んだか、ありがとうございます。ありがとう。明日は、北九州の方で上映会があるので、そちらでお会いしましょう、会える方は。ではバイバーイ、おやすみ、ちょっと早めの、まだご飯食べるけど。じゃあねー、メールとチャットも送ります。ありがとう光栄さん初です。ありがとう、また来てください、フォローしといてください。バイバイ、またねー。